ご覧いただきありがとうございます。今回は JR 奈良駅から歩いてすぐの、奈良駿河町ペットと一緒に暮らせるマンションのお部屋にお邪魔しております。こちらですね、広いリビングスペースとなっておりまして、フローリング張りのね、とても素敵な洋室と、なっております。収納もですね、このようにどーんと結構ね、奥行きがありまして、奥にはね、こう棚がありまして、手前にはこう洋服がかけれるように工夫していただいて、使いやすそうですね。そして上は、このように奥までね、しっかりと収納できるようになっております。もうね、通路も兼ねて上もね、収納スペースとなっております。広い大きな出窓もですね、とても素敵で、かなりこう開放感がね、ありますね。そしてバルコニーも広々としておりまして、マンションですのでね、こう横にかなり広く使っていただけるようになってます。お布団なんかもね、大変干しやすそうですね。リビングの、隣には和室、6畳のお部屋がございまして、押し入れもしっかりとあります。収納力もね、大変ある物件ですね。この奥行きがすごく、広くなっております。棚もね、しっかりとこう綺麗に色をされてますね。またここにもですね、収納がありまして、中もね、かなり、綺麗になっておりますね。こちらが洗面スペースですね。ここはもう自慢の広さとなっておりまして、独立の洗面化粧台、ね、そして、洗濯機置き場なんですけども、まだこの脇にね、スペースがかなりありますので、こう洗濯カゴとか置いていただくと大変使いやすくなりますね。そして浴室、こちらがなんと浴槽が入れ替えられておりまして、ピカピカの広い、タイプとなっております。ね、パネルとかもね、すごく清潔感があっていい感じですね。そしてこちらが洋式の、ベントがありますお手洗いですね。窓も、しっかりとついております。玄関スペースも広くなっておりまして、ここ、ね、扉がついてますので、しっかりと玄関スペースとして確保されたスペースですね。最後にこちらが、キッチンスペースとなります。大きなこの流し台、上のスペースも収納が大変豊富となっております。奥にはね、コンロが2口のものを置いていただけまして、こちらの、背面に食器棚や冷蔵庫を置いていただくことができますね。十分こうテーブルとかもね、置いていただくことができる広いスペースとなっております。まあ、ペットと、ね、一緒に暮らせる物件、なかなか、数に限りがありますので、ぜひ、こちらおすすめということで、詳細情報弊社のホームページでご覧いただければと思います。奈良のもてなし奈良心、賃貸のマスキーでは皆様の家探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。